西田宗治君、はい。はい、自民党の西田でございます。あの。今、あの、黒田総裁からですね、報告があったわけでございますが。まあ、この、あの、量的、質的、金融緩和。で、まあ、この黒田バズーカとも、呼ばれてるんですけれども。まあ、この効果なんですけれども。あの20。二十、千、え、二千十二年。 まあその時ですでに実は日本はえ結構 GDP に対してですねえマネタリーベースが結構あってまあ27%か8%弱ぐらいあったと思うんですね。それを今度はですねえまたあの昨年の10月に第2弾発表されてですね 80, 80兆ほどあと85兆ですか増やしていくことになるとですねまあこの昨年の末で大体270兆前後あったと思うんですが え、そ,らそこからさらに八十兆ということになりますとですね。三百四十兆ですか。そうすると、G. D. P. のもは。七割近くにまで、このマネタリーベースが増えてくるということになって。まあ、これはかなり、あの、他の国とも比べてもですね。突出した数字だと思うんです。で、それで、あの、まずお聞きしたいのはですね。まあ、そういうことも踏まえて。そもそも、マネタリーベースがもともと始まる前は百三十五兆で。昨年末でだいたい。 130兆前後増えてると思います、270兆ぐらいに、そして、えー、その一方で、えー、マネーストックの方がですねこれ M3 でいきましたら、1150兆が、えー、1209兆ぐらいですから、まあ、59兆ぐらいなんですね、60, 60兆ぐらいと,となると、ですねその130兆と60兆の差額が70兆ほど、まあ、出るんですけれどもね、つまりお金のベースを増やしたけれども、マネーストックが増えていないと。こ、まあ、このの特にこの え増やした以上に増えてないというのは、ですねどういう判断をされているのか、まずそこのところをお伺いしたいと思います、はい、黒田総裁、えー。ご指摘のとおり、マネタリベースは、あこの量的・質的金融緩和の下で、えー、日本銀行が民間の銀行からあ国債等を大量に買い入れて、えー、その代金として、えー、民間銀行の日銀当座預金残高が増加しているわけでございます。 でその結果、ご指摘のように、マネタリベースは大幅に伸びておりまして、足元で前年比3割台後半の伸びとなっております。一方、マネストックは、これも委員ご指摘のとおりですね、えー、3割台後半のマネタリベースに比べますと、ですね大幅に低いですね3%台半ばの伸びというふうになっております。で えーまあ、こうしたあの量的ステ金融ングファームのもと,もとで大量の,このマネダリーベースを供給するということを通じて、まあ、金利の低下その他を経由して、まあ、銀行が貸し出しを、まあ、増加させやすい環境を作っているわけであります。でこのことは、えー、銀行貸し出しの増加今足元で前年比2%の半ばの伸びになっておりますけれども えー、かつてまあマイナスだったわけですがそれが徐々に伸びを高めてきて2%では半ばの伸びになりこれがマネストックの増加にも寄与しているということでありまして、えー、マネタリベースの増加がマネストックの伸びに寄与していることは事実なんですが、えー、委員もご承知のとおりこうした環境のもとで実際に銀行がどのような貸し出し態度が望むのかあるいは逆に企業や 家計が資金需要がどのくらいあるかということにもよるわけでありまして特に企業の場合はあ潤沢な手元資金を有しているということもありまして、設備投資がある程度出てきてもですね、なかなかその銀行貸し出しへのですね需要が大きく伸びるという形にはなっておりません。しかし、あのマネタリーベースの増加が あいろいろな形で、えー、貸し出しの増加その他を引き起こし、マネストックの増加に何がしらの寄与をしているということは、あのそのとおりだと思います西田昌司君、えっと。今、総裁からです、ね、あのおっしゃったように、マネタリーベースが増えてもです、ね、まあ、金利は下がっているということはずっと予想されてきてもです、ね、今おっしゃったように、要するに企業側の方が、えー、巨大な内部留保。 持っていますからね直接それの分では貸し出しが増えないともうおっしゃってるわけですよねつまり貸し出しが増えないのならですよマネタリーベースを増やす意味があるのかというところになるわけなんですねでそもそもあの要するにあの実際に必要なお金の量というのはですねそのこのマネ,マネタリーベースで GDP の7割もですよ最終的に持っていく分だけのお金がですね実際のそういう中で用立てされない場合はですね これれ何に使われるのかという話なんですねまさにそこで、えー、バブルとかがですね非公開される可能性があるんではないかというふうにも思うわけですでそこでちょっと順番とるんですがまずですね私一番きりなのはこれがバブルにならないのかとでも,うもう少し言うとですねそもそも今まあ株高という形に、ねえー、なってきてるわけなんですけれどもこれもある意味で言いますとですね えー、日本の,この株価を決めるのは結局外資の方でですし、ね、で外資の方がその有り余ったマネタリーベースからです、ね、海外に回ってもう一度日本の中で,です、ね、それを使っているという話もあるわけで、あのー、今,今のこの日本の,あの株の価格がですよバブル的に上がっていると,もとは思いませんが、ね、私は思わないんですが、まあ、そういうふうにバブル的な形で、ね、使われてしまう危険性もあると思うんです。 ですから、このあの gdp の7割まで最終的に持っていくというのにですね。ま要するにマネタリマネストック自身が伸びないんだったら、あまり意味がないんじゃないのかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょう？黒澤さん両的質的金融緩和を導入した際に公表しました。文書でも申し上げているわけですけれども。 2%の物価安定目標を2年程度の期間を念頭に置いてできるだけ早期に実現するというまあコミットメントをすると同時に大量の国債その他の資産を買い入れることによってもちろんマネタリベースも増えますしそれからそういった国債等の金融資産を大量に買い入れることによって金利に対して下方圧力を加えると。 一方で2%の物価安定目標へのコミットメントを通じて物価上昇予想にですね上昇圧力を与えるということによって実質金利が下がっているこれは実際に下がってますしまあいろんなケース計算がありますけども足元ではおそらくマイナスになっているのではないかと思われますけどもそういったことを通じて企業の資金需要あるいは銀行側の 貸し出し態度というものにもプラスの影響を与えていることは事実だと思うんですねただご指摘のようにマネータリーベースが増えた金額とですね、えー、貸し出しを通じてマネーストックが増えた金額との間には一、まあ、対一の関係がございませんので、えー、見やすい関係にはなっておりませんけれどもやはり両的質的金融緩和を通じて実質金利の 引き下げ、それによる資金需要の喚起、あるいは金融機関の貸し出し態度の積極化というプラスの効果が発揮されてきているというふうに思っておりますなお、株価につきましてはです、ね、具体的な水準についてコメントする立場にはございませんけれども、ご指摘のように、まあ、大幅な金融緩和をしているわけですので、 その下で景気が立ち直りあるいは物価が上昇していくっていうことが期待されておりますしまあ徐々にそういう状況は起こってますけども他方でえ大幅な金融緩和がですね金融資本市場資産市場あるいは金融機関の行動にですねえー過度なですねえー期待の強気かとか何かが起こっておればですねえバブルの懸念もありますので。 そういうことがないかどうかっていうのは常に慎重に見極めておりまして、現時点ではそういった行き過ぎた期待の強化は起こっていないように思いますが、いずれにせよ今後ともですね、そこは十分注意してまいりたいというふうに思っております。西田昌司君、えっと前回あの私はあの岩田副総裁にですね、まあ同じような質問したんですがね、その時あの岩田副総裁は。 あの今黒田総裁と同じようにマネタリーベースの増加が民間の予想インフレリティを引き上げ実質的金利を下げることを目的としてるんだとですから直接的にマネストックは増加しないし、まあ、時間がかかると、まあ、こういうふうに答弁されてたんですよね。でもしそう,でそうであるならばです、ね、あの時間かかるということなら、まあ、あのそれはどの程度で,です、ね、そもそもあのマ,ネマネストックが 伸びるというふうに考えておられるのか、それともう一点はあのまあ、企業が実際ね。お金がある企業は、えー、借り出しを借り入れをしなくてもね。現物のお金で投資もしてるんですよ。という答弁もあったんですよ。で、もしそうならですね。あの企業の内部留保がですね。まあ、その分現金資産がですね。まあ、減ったというような。何かそういうことを示すような証拠が出てるんでしょうか？その辺も併せてお聞きしたいと思います。この総裁。 先ほども触れましたとおり銀行貸し出し残高の前年比は2%台半ばのプラスで推移しておりましてその中身を見ますと大企業向けだけでなくて、ね、中小企業向けにも同様な伸びで推移するといったことで業種や企業規模にも広がりが見られております。 こうしたもとで、マネーストックは3%台半ばの伸びとなっているわけでございますが、私どもの見るところではあの、貸し出しやマネーストックというのは着実に増加しているというふうに思っております。なお、2番目の点につきましてはです、ね、まさに一方で企業収益が大幅に改善しているわけです。でその中でで設備投資も増えてはいるんですが 企業収益の改善のテンポが極めて早いためにですね足元ではまだ内部留保が減っているという状況にはなってないようであります。ですから企業収益は大幅に増えて設備投資も増えてるけれども内部留保も増えてるといった状況にあるようでございます。西田昌司君、まああのまあ、全く効果がなないいとは、ね、私もも言わないんですけれどど期待したほどの 効果というよりもです、ね、やっぱりこれはすべて日銀にです、ね、あのこのデフレを脱却するのを任せるというのがそもそも私はおかしいと思ってまして、ね、やはりあの政府と共同であるとですから今日はあの政府財務大臣が来られない日なんで残念なんですがやっぱり政府側がです、ね、せっかく今日銀がです、ね、低い金利でこの融資ができる状況にしてるんですがですから一番まあその恩恵を受けるのは一番たくさんの国債を出している国の方ですからね。 まあこの時期に積極的にあの財政出動をすべきだと思ってるんです、でそこで、えーそう、その辺が藤巻さんと違うんですよねで、それはまた後で藤巻先生に言ってもらったら結構なんですが、それで、まあ、その質問に入る前に、ですね、えーまあ、この異次元の金融緩和で、えー、一つ良かったのは、例えば円高がですね収まったじゃないかと。 ね、一流し円円高が、まあ、円安と言いましょうかそそれれななりの相場になってきてきでですねそれでまあ輸出関連企業は、えー、この収益を改善したと、日本の経済にもよくなってきたんだという説明があるんですけれども、そもそもそこで、ですねこの要するに、えー、この金融緩和と円高というのは相関関係があるんでしょうかで、ソロスチャートとか言われてるんですけれどもね、その辺も含めて、総裁、どういうお考えになってるのか。 お,お聞かせいただきただと思います黒井総裁、えー、足元のお為替の水準とか、その日々の動きについて、えー、具体的にコメントをするのは差し控えたいと思いますし、また、あこの金融緩和は、あくまでも2%の物価安定の目標を早期に実現するためということで、為替相場を目的としたものではないこともご承知のとおりであります。その上上でで一般論ととしして申し上げますとですね 金融緩和は他の条件を一定とすれば円安の方向に作用する傾向があるということは事実だと思いますがあの過去の状況を見ましてもです、ね、その他の状況は一定でありませんので金融緩和したことと為替の動向とか一対一で対応しているということは見出しがたいわけですしマネタリーベースと何かこう 対応してるっていうこともですねなかなか見いしがたいと思いますあの。統計の取り方によって一定の,その関係があるようには見えるわけですけれども、えー、それがいつも成り立ってるわけでもございませんし私どもは常に <laughs> その他の条件で一定であれば金融緩和をすればその国の為替レートは 弱くなる傾向があることは事実だけれども、他の状況条件が一定でなくて、ですねいろいろ動くので、まあ、一概に言うことはできないのではないかというふうに思っております西田昌司君、まあ、なかなかあの答えられにくい質問をちょっとしてしまいまして、まあ仕方ないんですけれども、そこ,そこでですね、まあ、確かにあの結果的にしかしまあ円安になったんですよねで、そこでちょっとこの資料を見ていただきたいんですけれども、これはあの財務省のホームページから出てる資料なんですけれども。 それで結局どうなったかというとです、ねまあ、貿易収支は赤字になっちゃったということなんですね、で本来は円安になってです、ね、どんどん、えー、輸出額が増えてくるんじゃないのかということが片っぽ期待されたわけです、で実際にまあ輸出が増えてる企業ももちろんありますし改善してるところもあるんですが、全体としては貿易赤字になっちゃったと、でこの理由をです、ね、よく言われるのがいわゆるあの石油ですよね。 原子力発電所を止めたから石油もちろんその分も多いんですがこれはあのぜひ次のあのやつを見ていただきたいんですがあの輸入のですね推移で見てみますとあの黄色がこの鉱物性、えー、燃料と書いてますからまあ石油ですよねでこれもちろん増えてますところはこの増えてるのが十三パーセントぐらいなんですよねで全体で増えてるのが一番上に書いてますように十四点九パーセントですから要するに全体的に増えてる平均よりも 実はは石油のの増えているのは多くないんですよねじゃあ何が増えてるのかというとその中の内訳見ていただくと分かりますように電気製品が例えば22.2%とか一般機械が19.3%とかですね、まあ、こういう製品が輸入されてるとつまりこのことはあの前から私は、ねまあ、TPP の議論されてる時から言ってたんですけども要はあの製造が海外に行ってしまってますから 円高円安というので,です、ね、直接的に日本がです、ね、円安になったからかつてのようにすぐ伸びると、収支が良くなるとか、貿易黒字が増えるということにならないわけなんですね。でむしろ、えー、円安で効果があるところの人もいるけれども、マイナスもかなりあるわけなんですよね。ですから、あのー、円安になったから、このままです、ね、ずっと日本の経済よくなっていくというように考えるのは、 むしろ逆で,です、ねまあこれ、これもまあ日銀の言うべきことじゃないんですけれども、要するに政府としては、今この時期にですね、まあ、金融で限界的なことまでされてるんで、しっかりとしたです、ね、財政出動なりです、ね、えー、需要創出の話をしていかないといけないというのが、いろんな指標で出てることだと思うんです。で、あの特にですね、えーまあ、黒田総裁にお聞きしたいのは、もともと財務省にもおられたわけですからね。 えー、かつてのいろんな金融政策も含め、関わってこられてるんですけれども、やっぱり我々が一番考えなきゃならないのは、あのえー、世界大恐慌の折にですね、えー、高橋晃清がやったと、でこれはあの公共事業を出したんですが、その時には日銀に直接国債を引き受けさせてです、ね、そして直接的な、えー、この財政出動をしたわけです。でその後ににに国債は市場っっててて、ねえー、調整しているるわけけですすれども要するに金融が 主導でなくて、財政主導で、金融がフォローでやってきたわけですよね。で、そういうことを考えると、今もですね、<coughs> 実は私はあの安倍総理がまだ総理に復帰される前ですね、随分その時言ったのはまさにそのことでありまして、日銀と、そして政府とかですね、協調しながら、 財政出動して需要をつくっていくと、でそれをあのフォローするためにですね日銀と協調していこうとで、同じように日本の経済、デフレから脱却しているためにですねやっていこうというのは、今のこの政府と黒田総裁との関係も同じなんですけれども、順序はですねちょっと違ったんじゃないのかという思いでおるんですけれども、率直に言ってそ、その辺、そのあたりを黒田総裁、どういうふうにお感じでしょう黒田総裁。 これはなかなか中央銀行として申し上げにくいわけでございますがやはり財政運営そのものにつきましては政府、国会の責任において行われるものでありまして私から具体的にコメントすることは差し控えたいと思いますがその上で一般論として申し上げますとです、ね、確かに財政出動は短期的な有効需要を創出するという効果があります。 実際にも政府は補正予算その他で,ですね財政出動によって有効需要を創出するということをやってきております。と同時に我が国では相当大幅な財政赤字が続いてすでに政府債務残高が極めて高い水準になっていることを踏まえますと やはり国全体として財政運営に対する信任をしっかりと確保することがやはり重要ではないかというふうに思っておりますこうした点を踏まえますと2013年1月に政府と日銀との共同声明において政府は機動的な財政政策あるいは成長力競争力を強化ということを行うとともに やはり持続可能な財政構造を確立するための取り組みを着実に推進するというふうにしておられましてこの共同声明の線に沿って私どもは金融政策を運営しておりますしまた政府は政府として財政政策あるいは成長戦略といったものを 実施、実行しておられるというふうに理解をしております西田昌司君。まあ本当にここに麻生大臣に来ていただくと、ですねいろいろ話ができたんですけど、また次の機会をぜひお願いしたいと思うんですが、えー、それで、私があの、まあ、これはあの総裁もご存じだと思いますけれども、もともとこの異次元緩和、まあ、これは FRB がですねずっとバーナンキさんのもとでやってきましたけれども、 まあ、バーナンキがもともとやってきたのはですね、いわゆるあの世界大恐慌のこの方は研究者で、な、ま、ん、あ、で大恐慌になったかというと、あの時に金融をです、ね、緩和しなかったと、バブルがあの崩壊した時にですに、ね、金融を緩和しなかったからなったじゃないかと、でその批判はあの日本のバブル後の日本にも日銀にも来てまして、あの時に確かに日銀もですね、<laughs> バブル崩壊したときに、緊縮財政して、本当にどことんおっしゃったので、ですね悪かったじゃないかとで、あの時にも金融緩和すればよかっただとで、だからバブルがあの、バブルが起こったら、バブルが崩壊したら、ですねあのそれをもう一度、さらなる金融緩和すれば救われるという論法で、まあ、IT バブルの後ですね、結局また金融緩和で、今度は住宅バブルになっちゃうと。 でバブルが崩壊してやったときに、今度はリーマンショックまで行っちゃって、ですねまあ、とんでもないところまで行っちゃったわけですよね。そして、まあ最後、この方はあの退任されたわけですけどね、FRB を。で、そのときに、あのバーナンキが言ってるのは、ですねそもそも辞めるときに、量的緩和の経済効果は、理論的にはまあ証明されていないと,ということをです、ね、最後、まあ発表するわけですよね。まままあああそういういこともも考えましてもね、あのーまあ えこれは先ほど言ってますように、日銀の政策だけで経済が回復したり、ですねデフレから脱却できるものじゃないんですけれども、非常に示唆的なことを言ってると思います、ですからそこはですねぜひ、なかなか答弁はできないと思いますけれども、政府と協調していただいて、しっかりえ日銀がですね今、金利を安くしている間に、しっかりとした財政政策をするように。 こそこで、問題はですね、きょうは金融庁のえ長官にも来ていただいてるんですけれどもね、要するに、片っぽでこ,のこれだけえマネタリーベースを増やしていってもマネーストックが増えないと、でそれはまあ大企業などがですね、まあ、あの超過資金をたくさん持っててです、ね、直接金融に頼らなくていいわけなんですよね。ししかし じゃあ日本の会社全部そうかというとそうじゃない会社もたくさんあるわけなんですよ特に中小企業はですねもう、えーまあ、このずっと、えー、長期的に資金不足でずっといますよねで、そこは借りたいわけですけれども銀行金融機関にするとそういうところはリスクがあるから貸しませんとこうなっちゃうわけですねですから本当にお金が貸してほしいところにはいくら金利を下げても貸し出しができませんとそして金利をいくら下げてもですね、えー、あれ余るお金を持っている大企業は 銀行から借りる必要もありませんということで、全部それがお金が残っちゃってるというのが、このマネタリーベースが増えるけれども、アネストックが増えないんですよね、だからここでやっぱりね、貸し出しの仕方こここ、特にね、えーあのー、中小企業に貸し出せる仕組みを考えるべきだと思うんですよね。で、そこで、えー、一つ例になるのがですね、あのー、かつてそのアメリカなんかでは、えー、マイケル・ミルケンですか。 でまあ、ジャンクボンドの帝王とか言われてますからあまりいい名前じゃないんですけれどもねしかしまあ彼が目をつけたところはなかなか面白いところでありましてね要するにそういう中小企業というのは、えー、その安全地で言うとですね、えー、危険なことになってるように見えるけれども実際に全部潰れるわけじゃないですよねこれはですからそれをいろいろですね組み合わせで、えー、社債を例えば組み合わせて発表する、まあ、スライスダイスじゃないですけれどもねかつての。 まあそういう仕組みを作って、市場を作って、要はそういうお金が流通できるようにしたおかげで、一挙にですね、その市場が大きくなっただけじゃなくて、シリコンバレーにお金が回ったりですね、いろんなさまざまな経済効果があったと言われてるんですよ。で、最後、いろんなことでこの方逮捕されたり、まあありましたけれどもね、そもそも考え方自身は私はね、なかなかいいところに身をつけられたなと思うんですが、そういうことも含めてですね、じゃあその中小企業にね、要するに安全リスクが、 多少はあるけれども、本来お金を要求しているところに回してあげる仕組みを考えるべきだと思うんですけれども、いかがでしょう森監督局長。えー、あの先生、ご指摘のとおり、金融庁といたしましても、金融機関が中小企業の資金需要にきめ細かく対応し、まあ、円滑な資金供給に努めることが重要であると認識しております。であのご指摘のあった あのそういうジャンクボンドは、まあ、ローンを担保にした証券のことだと思います。あのこれも、えー、そういう中小企業の、えー、資金調達手法の、えー、多様化を図る取り組みとして意義のあるものと考えております。ただ足元を見ますと、まあ、銀行はあの預金が相当増えておりますので今なかなかそのオフバランス化してそのする、えー、必要性が乏しいとかそれからあの、まあ、金利競争ということで その貸し出しのスプレッドが低くなっておりますのでそれをまあ証券化するとなかなかこう利剤がさらに稼げなくなるとかまあ投資家にとって魅力がある商品とならないといったような問題もある,と,あのあると聞いておりますあの我々としましてはあの必要なところにその融資が行かないのは一つはその金融機関がやはり担保保証に必要以上に依存しているということもあると考えておりまして。 まあ金融機関が中小企業の事業内容などを適切に評価し、融資や助言等を行って、企業の成長を支援するよう促すなど、そうしたあの金融仲介機能の発揮をあの積極的に促してまいりたいと考えております今、そうおっしゃってるんですけどね、あのだから具体的にね、それで、まあ、そういうことは口でおっしゃるのはそれでいいんですけれどもね、実際にそうなってるかという話なんですよね、要は。 われわれ、あの中小企業の優、ね、勝ののする信用金庫なんかに行きましてもね、まあ、あの昔はです、ねまあ、どことは言いませんがね、出してくださいという話をすると、いや、保証協会つけてください、いくらでも貸しますからというね、ふざけてるのかというね、まさにあの金融機関としてリスクを取らずにです、ね、利息だけもらうというのは、まあ、あるまるしきことなんですがね、実際そういうことになってるんですよ。要するにリスクテイクをしてやっていくと。 いうことなんですよねでそういう方法をこれしなくちゃならない、まあ、そうすると今年金融じゃなくて、まさにえ政策投資、銀行をはじめね、まあ、財政政策じゃないかということにもなろうかと思いますけれどもね、まあ、ここもまあ財務大臣おられないんで仕方ないんですけれどもね、あのー、つまりそういうですね仕組みをやっぱりこれ、まあ、あの日銀は直接ね、そ,そこには、そういうところに貸すことにはならないですからですけれども、やはり日銀もですね、いろんなところで、 まあそういう政府と協力してあって、中小企業にお金出せる仕組みね、何か地位が出せないかと思うんですけど、いかがでしょう総裁先ほど申し上げましたとおり、銀行貸し出しの残高で見ますと、全体として前年比2%台半ばと、その中で長らく減少を続けてきた中小企業向け貸し出しも、このところ、前年比2%台で増加を続けております。 えー、日本銀行としてどういうことがありうるかということですがご案内のとおり成長基盤強化支援資金供給あるいは貸し出し増加支援資金供給といった2つの制度がございましてこれはあの、えー、日本銀行と取引のある金融機関を通じて中小企業も含めて貸し出しを支援していくという仕組みでございますけれども。 今年の1月の金融政策決定会合で、これらの制度の期限をさらに1年間延長するとともに、信用組合や労働金庫農協など、日本銀行と直接取引のない金融機関が、系統中央機関を通じて、これらの制度を利用できるような枠組みを導入するということも決めまして、今、細部を詰めているところでございます。こういった形で 中小企業に資金を回すことに貢献できればというふうに思っております。